平野紫仕様の個性的なエピソードや食に対する情熱は彼のファンだけでなく多くの視聴者の心をつかんでいます。キンプリ、キングピンスの平野仕様がキングピンスの冠無理番組キング・リンチェ・プリンスルで驚くべき食レポを披露し視聴者を笑わせた出来事が話題になっています。 彼は番組内の当たり前レストランのコーナーで他のメンバーと共に料理名を当てる挑戦に臨みました。その中で彼が食べたことのない料理を想像力豊かな言葉で語る一幕があったのです。この記事ではその出来事に焦点を当て、なぜ平野仕様が食べていない料理について熱く語ったのかを探求します。当たり前レストランの舞台裏。 キング・アンド・ピンスの冠番組、キング・リンチェ・プリンスルは日本テレビ系で放送されており視聴者からの高い評価を受けています。この番組の中でメンバーは当たり前レストランというコーナーに挑戦し、調理された料理の名前を当てることを試みています。正解したメンバーだけがその料理を食べることができるというルールが設けられており、 このコーナーは視聴者に楽しみと興奮を提供しています。平野の仕様の食レポパフォーマンス。平野の仕様はこの番組で普段の自身の食事傾向や味覚について面白いエピソードを明かしました。彼はこのコーナーでの正解率が低いことで知られており、28.1%という数字を叩き出しました。 これに対して他のメンバーの中には高い正解率を誇る者もいる中で平野の低い正解率が話題となりました。マックの一員である劇団一人から普段はどんなものを食べているのと質問された平野は俺一個ハマったらそれ食い続けちゃう半年くらいずっとガパオライスを食べていたと答えスタジオの笑いを誘いました。 この発言から、平野の食事思考が非常に独特であることが伺えます。平野仕様のエピソード。平野仕様は、このコーナーでの食事名当てゲーム中、自身が食べたことのない料理名を当てることが難しい状況に置かれました。具体的なエピソードを紹介しましょう。V やベースのエピソード、第1問目で、V やベースが出題された際、神宮寺雄太が、 わかったかも。と大興奮しました。平野も同じように、わかった。とはしゃいでいたが、マングローブと回答し不正解でした。その後、神宮寺は正解しましたが、平野は、ブイヤベースを食べる神宮寺を見つめながら、味がわかると言い出し、すごい鼻に抜けるというか、食べた後に、息遣いが回線で、塩のバランスがちょうどいいですね。 と、非常に独特な表現で、なぜか V やベースの食レポを披露しました。これにより、視聴者は平野の食に対する情熱と興奮を目撃しました。てっちりのエピソード、2問目の、てっちり、では、平野がイントネーションのヒントを受けて、あってた。と大興奮でパネルに書き始めましたが、でっちりと、答えこれも不正解でした。 間違いを指摘された平野は、俺、よくお尻が、でっちり、っておばあちゃんに言われてて、と釈明しましたが、劇団一人から、お尻のこと、でっちり、って言うなら絶対正解じゃない、と指摘されました。このエピソードでは、平野の個性的なエピソードが番組内で話題となりました。ロッシー2のエピソード、最終的に3問目の、ロッシー2も食べることができなかった平野、 この日の放送にネット上からは、食べてないのに食べている人より上舌に食レポしてるの笑った、平野くん、やっぱり面白すぎる、という声が集まっていました。金プリの冠番組、キング、リンチェプリンスル、における平野仕様の食レポパフォーマンスは視聴者の笑いを誘うエンターテインメント要素として大いに楽しまれました。 彼の個性的なコメントや独特な表現は番組に新たな魅力を与え視聴者の関心を集めました。平野仕様の食に対する情熱と独特な観察力は彼が料理を食べなくても食に対する感覚を持っていることを示しており彼のファンだけでなく多くの視聴者の心をつかんでいます。 今後も彼の個性がさらに番組の面白さを引き立てることは間違いありません。